はい、皆さんこんにちは。今日はまたまた防具の素晴らしい機能を発見しました。と言っても防具だけではできません。右下にあるミディギター2の機能で、防具が弾いたオリジナルのフレーズを他のソフトにリアルタイムでやり取りするという方法です。それにはこの右下のミディギター2というソフトがいります。150ドルのソフトだったと思います。これがあれば防具だけじゃなくって、いろんなソフトがこのようにミディ変換できます。まずはこれだけソロにしますので、今の防具の音を聞いてください。はい、こういう音を、このミディギター2をアクティブにすると、ミディギター2がこの出力するオーディオを瞬時にミディに変えてくれます。それを沼プレイヤーに送ります。沼プレイヤーの方はどうセッティングしてるかと言いましたら、このようにキーズというのを選択してマリンバの音で分かりやすく実験します。じゃあこれでマリンバの音で聞いてもらいましょう。このようにマリンバの音で演奏されます。フレーズを変えてみましょう。若干ピアノのフレーズとマリンバというのは違いますからね。今度はストリングスにも変えてみましょう。また別のフレーズでやってみます。このようにミディギター2を使ってオーディオを即時にミディに変換して、そして他の音源で鳴らす、これをやってみました。まあ一度やってくださいと言ってもですね、ミディギター2というのがなければどうしようもないんですが、今ジャムオルガンではミディギター3というのを開発中のようなんですね。ここに書いてますように、ミディギター2のライセンス所有者はミディギター3に無料でアップグレードできます。近いうちにこのようなバージョンアップが行われるようです。それも無料ということですので、ミディギター2というのを導入するっていうことも一つの手段かもしれません。これはとっても素晴らしい。基本はギターの音を分析するツールなんですが、ピアノも弦楽器ですので案外うまくいきましたよね。もちろんそれをレコーディングすることもできます。録音ボタンを押すだけのことです。やってみます。録音ボタンをオンにして録音をします。このように録音ができました。若干ずれたりしていて、もし気になるというところがあればクオンタイズをする、もしくは編集をするなど、いろいろ方法があります。そして今かなり細かな音も拾うような設定にしてあります。設定はここでやるわけですけれども、ここを見てください。こんな細かい音符があるでしょ。こういうのも入っていますが、それはここでパラメーターを変えるとこういう音をもう拾わなくなったりしますので、研究をするとより綺麗な音で取れるようになります。それをプリセットをしておくといいと思います。何せリアルタイムに防具の音を他の楽器で演奏させる、これができましたので今日はご報告をしておきます。村長スタジオでした。まったねー。